聖歌語は古代の北東チベットビルマ語族の言語であり、聖歌王朝においてかつて話されていた。言語学者によってはこの言語を治安語、ギャロン語などと同じ治安語群に含めることがある。チベット語やビルマ語とは遠い深淵関係にあり、中国語とはさらに遠い深淵関係にある。聖歌語は11世紀初めにタング語ト人によって建てられた聖歌王朝の公用語であった。 聖火は1226年にチンギス・ハーンの侵略によって滅亡した。聖火語は専用の初期体系である聖火文字を持っていた。聖火語で書かれた現存するもっとも年代の新しい文献は1502年の記念のある赤道であり、このことは聖火滅亡後300年近く経ってもまだ聖火語が使われていたことを示唆する。 現代において聖歌語の研究が始まったのは20世紀の初めにジョルジュ・モリスが聖歌文法家業を入手した時に始まる。そのテクストには誰によるものかは不明だが漢文で注釈が付けられていた。現存する聖歌語テクストの大部分はカラホトにおいて1909年にピョートル・コズロフが発掘したもので、その文章は聖歌王国のものと判断された。 アレクセイ・イワノビチ・イワノフ、石浜淳太郎、ベルトルトラウファー、ラフクチョウ、ラフクナリ、王星女らが聖歌語の研究に貢献したが、最も大きな貢献をしたのは、ロシア人の学者ニコライ・ネフスキーであった。ネフスキーは、最初の聖歌語辞典を編纂し、数多くの聖歌語の助字の意味を再考し、聖歌語文章を読んで理解することを可能にした。ネフスキーの学術的功績は、 没後の1960年になって、タングーツ塚やヒロローギアの代で出版された。この著作には、ソ連の霊認証が与えられ、没後に、ようやく評価された。聖果後の理解は、今も完全というにはほど遠い。クセニア・ケピングによる、聖果後、形態論や、西田達夫による、聖果後の研究他によって文法が判明している。ものの、聖果後の当時構造は、 今もほとんど研究されていない。カラホト文書は現在サンクトペテルブルクのロシア科学アカデミー東洋文献研究所に保存されている。幸いにもレニングラード包囲戦でも失われなかった。ネフスキーが1937年に内務人民委員部に逮捕された時に持っていた多くの成果後文書は一旦失われたがよくわからない経緯によって1991年に 戻ってきた。東洋文献研究所は約1万巻の文書を所有し、大部分は11世紀中頃から13世紀初めまでの仏典、法律、法的文書である。仏典の中には、漢訳やチベット語訳の存在しないものが最近になって多数発見された。他に、儒教の古典や多くの聖歌独自のテクストが保存されている。数は少ないものの、 大英図書館や北京の中国国家図書館、北京大学図書館にも聖歌語文書のコレクションがある。聖歌文字と聖歌語の発音の関係は漢字と現代中国語よりもさらに乏しい。漢字の9割は勝負を持っているが、ソフロノフによると聖歌文字の場合は全体の1割しか勝負を持っていない。聖歌語の発音を再考するためには文字以外の助けが必要になる。 万冠号字小中玉より聖火語と中国語の二言語語異臭である万冠号字小中玉の発見により、イワノフとラウファーは聖火語の音節頭シーンを再考し、比較研究を行った。万冠号字小中玉は、聖火文字それぞれに漢字一字、または複数の字で発音を示し、逆に漢字の発音を一字、または複数の聖火文字で示している。 もう一つの資料は聖歌語をチベット文字で転写したもので、ネフスキーによって初めて研究された。しかしながら、この2種類の資料では聖歌語の体系的再高には不足である。これらの転写は聖歌語の発音を正確に表現する目的で行われたわけではなく、母語でない言語の単語を理解できる別の言語を利用して発音し記憶するのを助けるために書かれたものであった。 現代の最高の基本をなしている3番目の資料は、聖歌語だけで書かれた辞典である。これには、文解、2種類の、同音、文解造編及び題のついていない辞書がある。これらの辞書で発音は、中国の辞典の伝統から借りた反説を使って、記録されている。これらの辞典は、細部では違いを見せるものの、どれも105因の体系を使用している。これらの因のいくつかは、 音説頭シーンの超音位置によって相互分布をなしており、これらの辞書を作成した学者が自分の言語を非常に正確に音音韻分析していることを示す。他の言語の転写において、成果語の反節は音に関して体系的で非常に正確な区別を行っている。反節を使えば成果語の音韻反中をよく理解することができる。しかし、それぞれの反中の音果を定めるためには、 辞書から得られる音韻的体系を他の資料と比較しなければならない。ニコライ・ネフスキーは聖歌語の文法を再考し、最初の聖歌語、英語、ロシア語辞典を編纂した。この辞典は、ネフスキーの論文とともに、没後の1960年に聖歌語文見学の題で出版された。ネフスキー以後、主に西田達夫、クセニア・ケピング、教皇上、ソフロノフ、 リノリフミラによって再考が行われた。マーク三宅は成果後の音韻論と通字論に関する書物を出版した。成果後時点は4種類が利用可能である。中国では成果学が発展しつつある。主な学者には、大陸ではパ、資金派リノリフミ、上広ウヒロシオン、ラマラがあり、台湾では、教皇上、林エーツがある。中国以外では、ロシアでは、 クイチャノフとその教え子であるキリルソローニン。日本では、西田達夫や荒川慎太郎。米国では、ルース・ダブル・ダンネルがある。聖歌語の音説は、CV 構造を持っており、2種類の成長のいずれかに、属する。中国の音音学楽に従って、音説を聖母と陰母に分ける。死因は、以下の範中に分けられる。印書では、105の音類を区別し、各音が、等、間、 説によって分類される。聖歌後の因は3種類の間を持ち、それぞれは、に下によって、普通母因、金の土母因、巻き舌母因と呼ばれている。表の表記では普通母因を無表記、金の土母因は下に点を置き、巻き舌母因は後ろに R を付加する。荒川も、京都とほぼ同じだが、金の土母因は Q を付加するところのみ異なる。印象では四つの等を区別する。 初期の最高ではこれらが異なる音を表すと考えて、いたが、3等と4等の区別が、聖母による相互分布をなすことが見出され、荒川や今日の最高では両者を区別しない。今日の最高では3つの等を、J、V、F、JV としている。荒川は、V、F、V としている。説は、同じ種母音を持つすべての音の集合に相当する。今日はさらに母音の長さに、 音韻論的意味があったとする。今日の示した証拠は聖果後に中国語にはない区別があったことを示すが、それが母音の長さの違いであることを示す。積極的な証拠は存在しない。このため他の学者は今日の説を疑問としている。三宅は異なる再考を行っている。三宅によると、聖果後の95音母は先聖果後の6、母音体系から、 死因連結の最初の死因が脱落することによって発生したものである。ありがとうございます。